ドクさんこんにちは。あの昔の映画が未だにね、再生されているということもありますし、まあ、それからやっぱその頃いい映画見たなっていう人はどっちかっていうと最近の映画をね否定する傾向にあるんじゃないかなと思うんですよ。いや最近の映画はさとか言うでしょ。で大抵その人は見てないんですよ最近の映画はね。なんかすごい面白いロジックがあるもんですけども、いや実はね今日ね機動戦士ガンダムの15話作画崩壊のあの島回といって有名なね、なんていうんですかね、どうでもいい回っていうのがあるじゃないですか。捨て回ってやつですね。あれを映画化したククルスドアンの島っていうのを見に行ってきたんですけども、なんかやっぱりすごい不思議な感じがするのが、今のテクノロジーで当時のアニメを再現すると、いやそれだけでね全く別物に映るんですよね。こうなんか立体感があるというか、音響もすごくって、でこう映画館で、まあまり人はいなかったんですけども、こう見ているとね、こう周りの人の、まあ、気配は感じるんですよ。で、あこの人たちもこの40年ぶりの映画を楽しみにしてたんだなと思うと、なんかちょっとね映画館の楽しみ方って不自由なところはあるんですけども、それが見たくて集まった全然知らない人っていうね、なんかそういう風な面白さがあるなと思いましたね。ただ映像を見るだけだったら DVD 待ったりとかね、 Amazon プライムを見たりとかすればいいんですけども、やっぱりそういうお手軽さじゃないところに映画館での楽しみ方があるのかなと思っちゃいました。まあ、それから当時の映画、今トップガンもそうですけどもね、なんか続編が作られたりとかすると、もうすでにね当時の声優さんや俳優さんがお亡くなりになっていたり、お年を召されて演技が不能だったりするところをどういうふうに補完していくのかなっていうところもありましたし、それからトップガンにしてみたらね、トム・クルーズは当時まあ当然ですけど若いわけなんですけども、あれから30年経って、まあ、おっちゃんになってるわけですよ。とてもじゃないけども同じ役はできませんので、まあなんかね共感役みたいなことになってるのかなと思うと、その時間の中に何があったのかってエピソードはいくらでも作れるじゃないですか。まあ今はねそうやって映画を時系列で楽しむっていうかね、そんなやり方もあるんだなと思いました。ところでね、大ヒットしたのに続編が作られてない、なんでやみたいな作品の中にこのよろしくメカドックっていうのがあるんですよ。これは私は中学生の頃にアニメもそれから漫画も見たもんですけども、当時当然車のことなんて詳しくないわけですよ。でもなんとなく見てたんで、今見るとね、ああいろいろと車の特徴を捉えてるなとかね、そんなわけねえだろみたいなの結構あったりね。この車の映画は平気で片輪走行とか片輪走行ですか、ああいうのしたりとかしてるんですよね。まあなかなかこういうのも今 DVD になって楽しめてよかったなと思いますけども、ぜひねこれをね今のミニバンとかスポーツカーとかレクサスが出てくるやつでやってほしいなと思うわけですよね。やってくんないですかね。杉原隆二さん、はい、まあというところで、まあ、映画の話はまあいろいろと尽きないわけなんですけども、いや今回ねどんなテーマを持ってこようかなと思ったんですけども、そうですね、深夜番組行きましょうか。ギルガメッシュナイトとかね、当然私は見たことがないんですけども、新聞のなんか予告欄でなんかモヤモヤしたみたいな思い出がありますよね。で当時は一軒の家にテレビが1個っていうね、まあそういうのがスタンドだったんで、それこそ今はねスマホで簡単に映像を見れますけども、当時は映像を見るっていうのが至難の業で、見逃したら次に偶然再放送があるのを待つしかないみたいなね、そんなことがありましたし、あとはね勘違いして番組を記憶してるってところもあって、それがなんかね新しいストーリーを生んだりみたいなこともあったのかなと思うんですよ。で今回ね私が思ったのは、そういった勘違いした記憶の刷り込みとか、まあククルスドアンの島って興味に行ったやつは、もともとがねなんかその当時のアニメーターの技術の低さとモチベーションの低さと、あと予算のなさで、もう絵がめちゃくちゃだったりしたわけですよ。でそれでなんとかガンダムの1話埋めたんだけども、なんかその回だけめちゃくちゃなんですよね。そこになんかこう面白さがあったかなっていうところもありますしね。でそこに別の解釈が生まれたりとかして、まあこういう風なねリメイクになったのかなと。本来リメイクってのは変な回を修正するためにあるもんではないような気がするんですけども、まあけどね、なんかいろいろ思うところあって、そういえばジャッキー・チェンの水拳もなんか水拳2ってのが大ヒットして、それから原作の水拳が見られたりとかしましたしね。なんか面白いですよね。だからね、まあ、映画についてはいろいろと話すことが書かないんですけども、まあ、この映画のエピソード
これからもいろいろとできるんじゃないかなと思いますね。それじゃあ今日もありがとうございました。